Gat stora tell me your story how it all began. He was just a young boy, never knew. 時刻は9時を回りました皆さんこんばんは ABC アナウンサーの尾形祐介です AM108FM933 の ABC ラジオが阪神ファンの心をがっちり掴むべく月曜日もトラバン主義でお送りしてまいりますガチトラ今夜は島柳強さんにお越しいただきましたこんばんはこんばんは島柳さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますとんでもない暑さですね暑いよねこれね 体温超超ええててまますかららるよ<ー>暑いよいたまらんどう,どうされてるんですかいやでもその暑い真っ昼間に水を大量に持って23時間散歩してる水をかぶるんじゃなくて持って散歩してるて飲みながら <laughs> うわ相変わらずいじめてますね <laughs> 途中ぜいぜいヘるぞ <laughs> そ,そうでしょう <laughs> やってるなあ,、うん、まあそんな暑さの中、はい、先週まで甲子園では高校野球の交流試合が行われまして、はいね、今年はまあ選抜大会に出場するはずだった32校が招待されて1試合限りの戦いが行われたんですが島根木さんどうでしたやっっぱ1試合だけっていうので、うん 選手たちがすっごい必死やったしね、ねなんか本当、胸が熱くなる試合が多かったね、やっぱり大阪のチーム2つ 2> <あ>、強かったね履正社は清涼に圧倒してね、ねうん、大阪桐蔭は東海大相模と接戦を制して。うん まあ本当に、きっ抗した試合多かったですからね。なななかなか大差つかなかつったよね本当<え>、うん、いい試合いいぞろいだったという交流戦だったんですが、はい、さあえそんな中阪神がいよいよ明日甲子園に帰ってくるという流れなんですが、はい、先週6試合戦って2勝4敗現在4位まあ、週初めは巨人に3連敗3連続完封と。 島根さんどうなることかと思いましたな <laughs> なかなかねね心配だった、ね、やハートに来ました、はい、がその後ヤクルトに連勝で昨日負けてという2勝4敗だったんですが、はいえー、島根さん、この試合の中でこの試合、えー、この選手っていうのを挙げるとするとどうですかでやっぱりね巨人に対する3人の先発ピッチャーっていうのはものすごく、うん。うん いい内容のピッチングしたしね頑張りました高橋春人なんて本当勝たせてやりたかったよあ,ーーあの1球だけやもんねあの菅野日本も引け取ってませんでしたよね,ねうう引け取ってるどころかランナーも出してないし、はい、全然いいピッチングしてた内容勝ち判定勝ちがあるならばというピッチングでした、うんはい、それと島根さんやっぱりこの1週間でいうと藤波ですかよくねお戻ってきましたねっていうかあのよく去年とかよくあの腕の振りを、うん、自分で確認するようなこの 迷ってるフリー試合中にねやってたんですけど、はい、ここ何試合かそれが一切ないので、はい、で、い 一球抜け玉あった後もしっかり腕振って変化球も投げれたので、はい、これから本当に勝っていけるんじゃないですかね樋口島柳さん現役の時にマウンド上でそういうのってあったんですかあんまりしてないですねあんまり、はい、でやっぱりする時ってのはかなりやっぱ自分で違和感があるというかいつも通りじゃないなっていう感じの時にやるからすそれだん彼はだいぶイメージと体の動きがだいぶ近くなってきてるからあれがなくなってきたんかなと思いますけどねいや本当にお待たせというね二、ね、年ぶりの勝利藤並が挙げましてさあいよいよシーズン もまもなく折り返しに入っていくタイガースなんですが、はい、このままでは終われません、はい、この後上位進出へのポイントを島柳さんに語っていただきます虎の虎の足跡 AM108FM933 の ABC ラジオがお送りしていますガチトラ今夜は島柳剛さんと共にお送りしています、えー、まあ3位だったり4位だったり、まあ、行ったり来たりなかなか上位に届いていかない阪神タイガースなんですが実は昨日までで54試合を消化しましたつまり今年試合数120試合 えー、少ないシーズンになってますんで今シーズンのまもなく折り返し地点に差し掛かりますなので島柳さんにここまでのまあ、前半戦を振り返りつつ、はい、後半戦への提言を今日はいただきたいと思います、はいえー、早速なんですがまあ、データで見てまして前半戦ここまでのまず大きな反省点を挙げていただきたいんですが、はい、データで言うとですよ打率がリーグ6位でリリーフ救援防御率がリーグ5位 エラー失策数がリーグワーストと、まあ、この辺りがね、えー、よくない数字で上がってるんですが大きな前半の反省点はどの辺りになりますかやっぱりエラーのエラーワースト1っていうのと、うん、やっぱりリーフ陣の不調っていうのはやっぱり、うん、あの監督っていうのは誤算だったと思うんだけどね、えー、まずちょっとじゃあエラーからいきますが、はいあのー、今40個のエラーがありまして、はい、これリーグワーストで気づけば ジャイアンツは13個なんでですねリーグトップでやっぱりしっかり守れてるんで、はい、攻撃にリズムよくいけるっていうのもうあの打撃の好調さもあるのかなっていう感じですけどね。ーー巨人 d n a 中日ときてでヤクルト広島35で阪神40、はい。やっぱり人工芝と土と天然芝っていう差はあるので<あ>一概に比較はできないんですけどやっぱりできるだけ1個でも減らしてほしいなと。 上4つは基本的にはホームが人工芝居、はい、広島阪神は芝であったり土であるというところはありますけれども、はい、まあここが一点それと救援防御率リーグ5位というのがちょっと去年までとは考えられない数字ですよね去年まではそこが1位でしたからダントツで,でそこでしのいで勝っていくチームなんで、はい、んなんとか 立てて直ししてしほいですねドリスジョンソンでいなくなったで去年投げていた森谷島本でらに去年途中から抑えを務めた藤川も、えー、今ちょっとコンディション不良で一軍いないし。しかも外国人 一リリエ,エドワーズ入れるはずだった始まってすぐ怪我です,怪我ですからね,ねようやく昨日一おとといりで2軍で投げたという状況で、うんまあ、もちろん去年とはガラッとメンバーが変わって、はい、というところなんですが、ね、この救援防御率リーグ5位、えー、藤川、エドワーズ、まあ、岩,岩崎が今また戻ってきたというね。 いい試合ができるようになってくるんじゃないのかな阪神としてはやっぱり基本的にはロースコアの接戦でしのぎきるゲーム展開という中での救援防御率さあ逆によくやっているところこれは数字で見るとですよ救援防御率はリーグ5位だったんですが先発の防御率はリーグ2位投類推はリーグトップ得点権打率がリーグトップこれちょっと意外な感もあるんですが先発投手がよくあのメジャーとかでいうクオリティスタート6回3失点という 計算ででででいくと12球団トップが阪神なんですねなんんすすねね、はい、だから本当に先発で6回までは試合が壊れないっていうことを考えるとやっぱり球ンジンのこれからの復調が阪神の浮上の鍵にもなってくると思いますけどね。基本的にはだから先発はもう一番ゲームを作ってる確率が高いのは阪神だよと、はいはい。ただやっぱり競り負けてるのは。 リリーフの不調合意っていうのがやっぱり今の阪神の苦しいところですねどうでしょう中継ぎは島根さんどうしていけばいいですかならばもうあの調子がいい人が少ないので、はい、少ない今、今までよりも人数多くベンチに入れれるので今年の特例ですよね、はい、先発ピッチャー投げない人はもうベンチから外,れて外してリリーフピッチャーを、はい 多めに入れてもう1人1冊でもっていうような形で,で調子いい人が出てくればそれ人にイニングを任せるとかっていう形にしていくしかないのかなと数で勝負、はい、あまりあの監督は1人1冊あまり使わないパターン多いですもんね,ね、はい、ワンポイントもいいんじゃないかともうそれをやってしのいでいけば先発ピッチャーは試合を壊さないので試合が後半にもつれてくるとやっぱり 勝つ可能性も少しずつ上がってくるからいきなりリリーフで大量失点ってなったらやっぱ苦しいんでなりふり構わず数で勝でで負、はい、もう、はい、行くしかないでしょベンチに入れられるだけ入れちゃえと。はい、で、えー、どうでしょう盗塁数リーグトップ得点圏打率リーグトップなどもありますがだから、はい、あと出塁率を上げる努力をしてあのフォアボールでもデッドボールでも何でも稼いで塁に出ていくと。はい 盗塁数がリーグトップっていうことは類に間違いなく得点圏になります盗塁が決まればそろそろ得点圏でリーグトップの打率なんだからそれで得点が入る可能性が上がるんでどうにか出塁率を上げてほしいなと <laughs> 打率はリーグ6位だけれども急に打率はヒットはポンポン出ないかもしれない出ない,出ないですね、はい、じゃあどうしたらいいかというと出塁にこだわれつまりインコースが多いピッチャーだったら 詰めて、立って当たっても美いしい。デッドボール。でも、追い込まれたらファールで粘って、ボールを取るとかね。うん。うん。そういうので、類に出て盗塁すれば得点リーグトップなんだから。はい。はい。得点権がね。はい。自ずと得点は増えるんじゃないの。得点圏打率リーグトップ、その前、じゃあ盗塁数リーグトップ。つまり出塁すれば、それが繋がっていって得点になるじゃないかと。だから、それをなんとか頑張ろうと。なるほど。はい。 さあ最後ズバリ後半戦ここをこうせよというえまあ各戦いですね、はい、という提言を柴柳さんからいただけますでしょうかビーアグレッシブですねビーアグレッシブつまりまあ攻撃的にってことですよね、はい、エラーも多いんですけど一歩下がってエラーをするよりも一歩前に出て攻めて同うするんだこっちの方が見てるピッチャーは あ、攻めてくれてるっていうのはイメージが全然違うんで下がってエラーされるのとだからそこで攻める攻撃はその名のごとく攻めていく攻めていくつまりもうはい。出のフォアボール取れっていう矛盾もあるけど追い込まれるまでは思いっきりツーストライクまでは積極的にで追い込まれたらボール球を振らないようにとかね立つとかいろいろでピッチャーは どんどんストライク勝負しに行ってフォアボールの量を減らすとやっぱ溜めてドカンっていうのが一番痛いので連打ってそんなに続かないからそこをなんとか攻めて攻めていってほしいなと守備守り走塁全部攻めてほしいなというもうこうなったらね今までと同じことを多分同じペースでやってたら巨人には追いつかないので実際対巨人戦に負け越してるんで。 同じことをやってもダメなんで,で、ね、どん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 いくしかないです、うん、あと残り半分あるんで何かを変えなくちゃいけない、はい、後半は B アグレッシブ攻めろ、はい、さあ明日からの戦いキーマンを最後に挙げてほしいんですがキーマンは中継ぎ陣中継ぎ陣ということはじゃあ子じゃないんですかもう全員でいこう <laughs> 全員でゲームを作ろう、はいはい、スアレスまでつなごう、はい もう7人でも8人でも使っていいからゴゴンうでもまあ今先発陣が藤浪も高橋あるともかえってあの数は足りて岩貞田ガンケルが先発陣が中継ぎられますからそれでもいいのでどん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 使えるピッチャーを使っていくという形でいいんじゃないですかね使える数はあのタイガース多いですかねはい分かりましたえ中継ぎ陣この1週間期待しましょう さて、えー、島柳剛さんとともにお送りしてまいりました「ガチトラ」お別れの時間が近づいいてまいりまりした、えー、明日からは阪神、中日と甲子園で3連戦広島と松田で3連戦の計6連戦なんですが。 あの島崎さん、今年の開幕6月からこうずっとビジターで5カード連続でしたからね、はい、始まってずっとうまくいかなくて、ただ甲子園に帰ってきたら、どんどんどんと一気に借金返してというのがあったんで、今回も長期労働から久しぶりに帰ってきた甲子園の試合ですからそれで甲子園もありますし、うん、意外と今年広島との相性がいいんでね、確かにこれ、この6年生は本当に貯金をたくさん作って、うん、あの巨人に一歩でも近づけるようにね。 で、明日の予告先発が阪神が高橋遥人で、中日が小笠原慎之介。はい、あのー、まあ、どちらも若手サウスポーということなんですが。島根さん、週頭、高橋遥人ですよ。やっぱ頭取りたいですね。いやー、あの、この二戦、本当見事なピッチングしますからね。うんうんうん、高橋遥人はここまで二試合を投げて、防御率零点六四。まあ、一点取られないわけですから。そうですよ。計算で言うと。 だから一点取りは勝つんです。<laughs> ですよね。<laughs> はい、で、まあただ中日が今、あの乗ってますんでね。今調子いいですからね。えー、要警戒ですね。えー、まさに、い、この勝ってった方がね、えー。上に巨人への挑戦権を持つことができるというような。はい、この六連戦になっていきそうです。えー、島根さんは、あさって水曜日の。ラジオで。はい。 皆さんよろししくおお願いしますおそらくガルシア福、はい・福谷で来るのではないかという感じなんですけれども、ねえー、うまくこの連戦の頭乗っていきたいものです、えー、柴内さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました、えー、来週も月曜夜9時からのガチトラお楽しみにまた来週